伊達持衆は、室町時代前期から中期にかけての武将、児頭官位は、兵部将有、大前大部。伊達市十一代当主。十代当主、伊達市衆の嫡男。陽名は松犬丸。意味名には、持衆のほか、別名として、大衆が伝わっており、名乗ったとすれば、持衆より、前と思われる。持の字は、室町幕府四大将軍。 足利義持から変旗を賜ったものである。欧永16年、鎌倉久保が足利持ち家に代替わりすると、足利三忠と持ち家の関係が悪化したため、次第に三忠は幕府と結びついて、南欧諸子を半持ち家でまとめる工作を行っている。欧永19年、父の死により家徳を継ぐと、欧永20年に鎌倉府に対して反旗を翻し、 笹川、稲村御所を襲撃する。怒った持氏は、畑山氏に持州討伐を命じ、大仏城を落とすが、当時は持氏と関東関理、上杉氏のりらの対立もあったため、鎌倉側は、伊達氏を完全に討伐することができなかった。その後、持州は幕府に基準し、自社造営などで功を挙げた。越後国の大欧の大乱を防三十三年の、 際には、守護側から援軍を求められ、黒川城を攻めている。欧三33年、居城を柳川城に移す。影響10年の影響の乱では、幕府側として鎌倉を攻め、有機合戦に橋を発する足利光忠の殺害に関与した。京徳の乱に際して、京徳4年と長六四年に、幕府から鎌倉不討伐の指令が下る。 干渉三年二度目の上洛をし八大将軍、足利義政に敗越し、黄金三万匹を献上したという。応仁三年に死去。狂念七十七。皇は天がい。あと、着男、清州が継いだ。ありがとうございます。